今日はですね、伊東駅ですね、 JR の伊東線の伊東駅の駅弁、特製おむすび弁当を買ってまいりました。お稲荷さんで有名な、祇園さんのですねお弁当になります。駅弁マークもついてますね。こちらが通常のおむすびですね。で、こっちのおむすびが赤飯になっているということで、この2つを買ってまいりました。ちょっと開けてみたいと思います。それではね、開けてみます。その前に、外箱がね、ちょっとこういう風に加工できるようになってて、こうやって持ち運べるようになってますね。ほら、こうやってね、なんとなくちょっと怖いですけど、一応こんな風になってます。で、こういう風にですね、切れ目がこうついてまして、ここを開けるとパカッと開くようになってますね。はい、こちらが通常のおにぎりですね。3個入りですね。で、有名な祇園さんのね、美味しい唐揚げが入ってますね。唐揚げとおむすびということで、最強の組み合わせですね。こっちは赤飯ですね。はい、これで、両方ともね、開けたところですね。おかずの方はね、同じですよね。おむすびだけ変わってるってことで、赤飯の方はもう本当に赤飯です。で、通常タイプは、これが、わかめですね。で、これが鮭。で、こっちがね、梅干しですね。はい、ということでね。いや、この唐揚げがね、本当にね、僕大好きなんですよね。もう何度食べてもね、私これ好きでね。はい、こんな感じですね。ちょっと赤飯だけちょっと食べてみようかな。こんな感じ。優しい味合い、美味しい。お赤飯って感じです。わずかに柔らかめに仕上がってるかな。食べやすい感じですね。はい、ということでこんな感じですね。伊東駅のおむすび弁当でした。